おはようございます。先日とあるセミナーで盤経禅師について講義をしていました。盤経禅師については何度も語っていますが、先日は久しぶりとなりました。改めて盤経禅師の偉大さを思ったものでした。私が盤経禅師を尊敬申し上げるところの一つには、日常の言葉で禅の教えを説かれたことです。臨済禅の教えは鎌倉時代に中国から入ってまいりました。鎌倉時代は日本のお坊さんが中国に渡って、中国で修行して日本に禅の教えを伝えました。最初が建仁寺の御開祖である永斎禅師です。それから京都東福寺をお建てになった正一国師などという方も、日本から中国南宋の国へ行って修行し、当地の臨済禅を伝えられました。それから中国のお坊さんが日本へやってきて禅の教えを伝えてくださるという場合もあります。建長寺の御開さん、蘭渓道隆禅師、円覚寺の無学祖元禅師という方は中国の方です。こうした方々が日本で臨済伝をお伝えくださったわけです。当時用いていたのは漢文です。日本から中国へ渡った方々は相当に中国の言葉を学んで漢文で禅問答をなさっておられました。それから中国の坊さんが日本へ見えれば当然中国の言葉で説法されます。日本の修行僧は中国の言葉を学んで漢文で問答するというのが最初の頃でございました。そういうわけで漢文の語録というのが禅の一番大切なものとされてきました。日本の正一国師にしても、無双国師という方も、あるいは大東国師という方も、かな本語というものを残されていますが、やはり中心は漢文の語録で、かな法語は少し砕けたものとしてしか説かれていません。そうした中でようやく江戸時代の盤経禅師に至って日本の言葉で説かれるようになりました。公案というのは主に漢文の語録を参照しますので漢文を用います。しかし盤経禅師は中国の言葉で問答するような公案は不要である。日本には日本の言葉があり、それで十分説いて示すことができるというお考えでした。それで当時の日常の言葉で語ってくださったのです。そのように見ますと、私は日本の禅は盤経禅師に至ってようやくこの国に本当に根付いたと見ています。その説法の一部を紹介しましょう。盤経禅師のところへ来ておられたお坊さんが質問しました。それがしは生まれついて平で短気にござりまして、師匠も下もの意見をいたされますけれども治りませずというのです。このお坊さんは生まれつき短気、すぐに腹が立って怒ってしまうようです。このお坊さんはお師匠さんからもやたらと、お前は短気でいかん、治さねばならないぞとお叱りを受けていました。しかし私のこの短気はどうにも治らないのです。私もこれは悪しきことじゃと存じまして治そうといたしますれど、これが生まれつきでござりまして治りませぬが、これは何といたしましたらば治りましょうぞ。禅師のお示しを受けまして、この度治しとを存じまする、と言います。私自身もこの短気な性格は悪いことだと思って治そうとするのですが、私の短気は生まれつきなんです。どうしたら治るのでしょうかと盤経禅師に伺うのです。盤経禅師は一代の高僧として誉れ高かったので、そのお示しを受けて何とか治したいというわけです。もし治りて国元へ帰りましたらば、師匠の前と申し、また私の一生の面目と存じましょうほどに、お示しに預かりとを存じまするという。この短気が治って国元に帰ったならば、お師匠さんに対しても顔向けができるし、私自身の生涯にとってみても世間様に対して顔向けができると思っていますので、私のこの短気を治してくださいとお願いしたのです。すると禅師曰く、そなたは面白いものを生まれつかれたの、
今もここに短気がござるか、あらばただいまここへお出しやれ、直して信じようわいの、と仰せになりました。あなたは珍しいものを生まれつき持っているというのだなというのです。生まれつきならばそこに、ここに短気があるか、あるならば今ここへその短気を出してみなさい。出したならばその短気を直してやろうではないかと言ったのです。それに対して、僧の曰く、ただいまはござりませぬ。何とぞいたしましたときには、ひょっと短気が出まする。短気は今はないのですと答えます。禅師の前にいるときは短気は出ないのです。何かの拍子に私の短気はひょっと出るのですと答えました。こう答えたので、禅師曰く、しからば短気は生まれつきではござらぬ。何とぞした時の縁によってひょっとそなたがでかすわいの。何とぞした時も我でかさぬにどこに短気があるものぞ。そなたが身のひいき岩に向こうのものに取りようて、我が思惑を立てたがってそなたがでかしておいて、それを生まれつきというは難題を親に言いかくる大不幸の人というものでござるわいの。と仰せになりました。語尾のワイノというのは方言のようなものです。それならば短気は生まれつきではないと言いました。生まれつきであるならばここへ出すと言われたら出すこともできるでしょうが、何かの拍子にひょっと出るものならば生まれつきではないというのです。何かの縁、縁というのは条件です。例えば人に何か嫌なことを言われたようなことによって、あなた自身が短気を出しているのではないかと説かれます。何か嫌なことを言われたり、思いもかけないようなことに出会ったりした時も、自分でその短気を出さなければ、どこに短気があるかと盤経禅師は説かれます。短気はあなた自身が作り出しているのだと説かれます。あなた自身がどのように作り出しているかといえば、身のひいきゆえなのです。この身のひいきというのが盤経禅師の大事な教えの一つです。命名が生まれながらに尊い仏心仏性を持っているのですが、我が身のことをことさらにエコひいきしてしまうから気に入らないことに短気を出してしまうのです。あなた自身が自分自身を可愛がって、それで気に入らないものに対して自分の思い通りではないので、勝手に自分で短気を出しておいて、それを生まれつきというのは何事かというのです。それは無理難題を親に言いつけるような大きな不幸の人だと説かれます。人人皆親の産みつけて保ったは仏心一つで、世のものは一つも産みつけはしませぬわいの。これは素晴らしい言葉です。一人一人誰しもが親から産みつけてもらったのは仏心一つであるというのです。我々が生まれた時は尊い仏様の心一つを産みつけてもらっているのです。それ以外の短気だとか憎しみ妬みというものは親は何一つあなたに産みつけていないのです。しかるに一切の迷いは身のひいきゆえに我でかしてそれを生まれつきと思うは愚かなことでござるわいの。一切の迷いが自分自身をことさら可愛がることから生じるのです。気に入らないものに対する怒り、憎しみ、妬みというものを自分で作り出しておいて、それを生まれつきの短気だと思うのは、なんと愚かなことではないかと説かれます。我でかさずに短気がどこにあろうぞいの、自分で短気を出さなければどこに短気があるのかというのです。自分は勝手に我が身のひいきゆえに作り出しているので、元来どこにもありはしないのです。こういうお説法なのです。こんな柔らかい丁寧なお示しを聞いていると、短気も自然と収まってきます。それでは姿勢と呼吸と整えて参りましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。
息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。